育てた AI にボディを与える。これが重要なんです。では、例をお見せしましょう。ここで2万世代進化させたロボットにボディを与えます。これ実は皆さん、このロボット、目もカメラやレーザー、外のこと一切わかりません。つまり人間で言うと目隠し、足探りで、あそこでコントローラーを動かす人間が前へ行け、後ろへ行けだけを教えている。段差あるの知りません。高度に進化した AI というのは、こうやって目隠しでも段差登れます。なんか適当に動いてもらえます。まあ、こんな倒れてもリカバリーします。もちろんこれ段差わかんなくても手探りでも足探りでも登れるし、ちょっとやそっと、ついても、まあ倒れません。なんかこの子ですね、ちょっとしぶといんで、ひっくり返してみましょう、今。結構重いんですよね。よいしょ。よし。ひっくり返してみました。さあ、この AI 君、自動で自分で勝手に立ち上がります。ちょっと、うさぎ跳びみたいないろんな動きもできます。そう、これからはいかに AI にボディを与えるかが重要なんです。